先生もいろんな熱意を持って取り組んでらっしゃるということだったので、ぜひその熱い思いをお伺いできたらと思います。はい、じゃあまずここまでのまず歩みから。はい、歩みからですね。どういう歩みを、はい、ここまで。歩みはですね、僕生まれつきアトピー性皮膚炎っていう、はいはい、あ、先生なんですか。そうです。あ、持ってまして、もう今社会問題になってて、もう治らない病気として認められてるんですよ。はいはい、で生まれつきアトピーで生まれて、はい、当時の治療法っていうのはステロイドしかなかったんですよ。ステロイドだけ。でもちろんステロイドを使って治療していくんですけども、結局小学校、中学校、高校なんても治らない、うん、で、いろんなその治療法が出てるんですけども、はい、ありとあらゆる治療法は試したんですけど結局治らないと、はい、でずっともう40年近くアトピーで苦しめられてきて、もう治らないと諦めかけていたんですけども、うん、東京の渋谷の方で面白い治療院があったんですね、うん、でそこは何をするかというと血液を抜いて、うん、血液を入れ替えましょうという原始的な治療法なんですよ。で、その先生の、考えはアトピーの原因、まあ、いろんな原因があって、うん、がんも糖尿病もアトピーもそうなんですけども、血液が汚れてるから病気になるんだということで、うん、血液入れ替えましょうという治療法なんですよ、うん、でそこで全身に針を打ってポンプで血を出して、うん、血を入れ替えるという治療をしたんです。入れ替えるというのはどういう意味なんですか。入れ替えるというと血を出して、あと綺麗なもの、いいものを食べて食生活を正して血を一回出しちゃう。出して、はい、ちょっと、まあ、いわゆる献血みたいなもんですよね。そうですね、針出すのですよね。そう、もう小さい針でもう全身針やって、あとポンプでも血を出す原始的な治療があるんですよ。じゃあちょっと取った後はちょっともう貧血もうどのぐらいの量出すんですかね。それを、回数分けてやるんですね。1週間に1回とか貧血になってしまうので、はい、でも貧血になる寸前まで重症まで来て、あとその鉄分も取りながらやるんですよ。で、本当にそこはいろんな著名な選手とか有名人も行ってて、結構有名なところなんですね。で僕もその日行ったんですけど、はい、結局治らないんですよ。血取っても治らない。貧血になって倒れかけたんですけど、それでも治らない。で、その時にもう結局治すのは自分しかいないっていうことでスイッチが入ったんですよ。もう自分で治そうと。はい。で、もともと僕の本職は理学療法士で病院で働いてるんですね。はい。で、そこで治すためにはどうすればいいのかって思って、その大きい病院には図書館があるんですよ。図書館で、その図書館は一般開放されてなくて、医療従事者だけが入れる図書館なんですね。はい。で、そこに何があるかというと、そのドクターが読むような専門誌であったり、うん、ドクターが使うような教科書であったり、うん、論文であったり文献であったり、うん、でそういう、一般的に販売されてないような最新の情報が入っていてあるんですよね、うん、でそこで僕アトピーの原因とか治療法を調べ尽くしたっていうのがきっかけなんですよ、うん、はい。ちょっと事前に資料を読ませていただいたんですけど、はい、まあ、アトピーの原因はそのブドウ球菌ですけど、ブドウ球菌、養殖ブドウ球菌だっていうのを、はい、先生、それはホームページですか。そうですね、はい、言ったんですけど、それがそうなんですか。まさしくそうですね。それというのは肌に付着してるんですか。肌に付着してます。そのアトピーの人って、はい、我々には付着してないんですか。してないです。アトピーの、95% の確率で養殖ブドウ球菌がいるんですよ。他の人はいないんですよ。健康な人は、まあ、健康な人はいないです。で、本来だったらその黄色ブドウ球菌が目に見えれば、これはもう絶対に原因ってみんなわかるんですけども、目に見えないので、結局皆さんその黄色ブドウ球菌っていう原因が分かってないだけなんですね。はい、なのでこの黄色ブドウ球菌がまさしく原因なんですね。はい、その黄色ブドウ球菌ってアルコールでこうやってもちょっと取れないですよね。殺菌すれば、まあ、取れるんですけど、また付着する。また戻ってくる。付着するっていうのは、黄色ブドウ球菌っていうのは、空気中に。います。はい。で、そのアトピーで2人くっついちゃう。そうなんですよ。普通の人は、その黄色ブドウ球菌に対抗する菌をちゃんと持ってるんですよ。あ、そういうことですね。付着しないように。はい。で、アトピーの人は、黄色ブドウ球菌を対抗する菌がないんです。なるほど。はい。そうなんですよ。なのでその殺菌してもまた付着する、うん、でその悪循環なんですね、うん、はい、うん、でその、どの皮膚科医も世界の皮膚科医も黄色ブドウ球菌がアトピーの原因だってみんな認めてるんですよ。あ、みんな認めてるんです。その黄色ブドウ球菌に反応する先生すらいないんですよ、誰もいないです、うん、
じゃあ黄色ブドウ球菌のなんか治療法を開発すればいいじゃないかっていう話なんですけども、うん、それができないんです、今の西洋医学では、はい、それができないんですよ。でそれで結局日本では黄色ブドウ球菌に対して治療する治療法って確立していないから、で結局僕何をしたかというと世界の論文をあさりまくって黄色ブドウ球菌を殺すものを見つけたっていう今成り立ちですね。そんな感じです。 ちなみに今いきなり話の冒頭からなんですけど、はい、分かりますけど、どういうふうにして、ですね、結局黄色ブドウ球菌を殺す何か食物があるっていうのが、メキシコの論文に書いてあったんですよ、うん、いっぱいあるんですよ、黄色ブドウ球菌を殺すものがいっぱいあるんですよ。例えば一つに、サボテン、アフリカの原産地ですけども、メキシコにあるメキシカーナっていうサボテンの樹皮が黄色ブドウ球菌を瞬間に殺す作用があって、はい、一つを例にしてあげると、うん、はい、でそれでいろいろ黄色ブドウ球菌を殺すその天然なものって世界でいろいろあるんですけども、日本では知られてないんですけども、自分で取り寄せて自分で試したら3ヶ月間で治ったと。でその時にそれで先生ちょっと話しちゃったんですけど、はいはい、今先生話してたんですよ、はい、要するに黄色ブドウ球菌というのは空気中に飛散してて、はい、これを例えば、まあ、殺したとしてもですよ、はい、またすぐ付着しちゃわないんですよ、はい、そうするとこれまた戻ってくるんじゃないかっていう話ですよね。そうそうそう、また再発するんじゃないかっていう話ですよね、はい、なので、その黄色ブドウ球菌を殺すのは原因治療ですよね。原因治療、うん、原因に対して治療する、うん、黄色ブドウ球菌さえなくなってしまえばアトピーを改善するっていう方法と、うん、あともう一つ僕の治療法を組み合わせているのは、どんな病気も、そのヒートショックプロテインって聞いたことあります？ヒートショック、はい、人間には、どんな病気も治す細胞と思ってるんですよ、うん、タンパク質、うん、それをヒートショックプロテインって言うんですけども、どんな、もうみんなもう人間であれば、その自分の病気を治すヒートショックプロテインというタンパク質を持ってるんですよ。がんであれば糖尿病であれば、うん、ヒートショックプロテインというタンパク質を持っていれば治るんですよ、うん、で、そのヒートショックプロテインっていうのは普段働いてないんですよ、うん、もうなんか年取ってくるにつれて働き作用が落ちていく、うん、なので、そのヒートショックプロテインを活性化させる方法っていうのも患者さんに教えてるんですね、はい、でなのでその黄色ブドウ球菌を殺す方法とヒートショックプロテインを活性化させる方法を組み合わせて患者さんに治療提供してるっていう感じなんです。じゃあ信じられないことに3ヶ月したらもうどんな重症アトピーも治るって分かってしまったんで、はい、そうなんですよ。なのでもうこれ使命かなっていう感じですね。使命かな、はい、でもそこまで来るにいろんな苦労も、めちゃくちゃ苦労しましたね、はい、だって治らない病気ですからねって言われてるんで西洋医学では、うん、はい、なのでその自分で治す方法を見つけたっていう感じですか、はい、その、殺すやつはその、ね、サボテンとかあんまりいろいろしてるやつがいっぱいあったし、はい、っていう話でしたけども、何でしたっけ、黄色ブドウ球菌ですか、あ、ヒートテックプロテイン、ヒートテック、はい、それをこう活性化させるにはどういうこと、ヒートショックプロテインを活性化させる条件というのがあって、うん、その細胞を40度、はい、40度に熱を与えるとヒートショックプロテインが活性化するんですよ、はい、もうそういう反応が出るんですよ。研究もされてて、ヒートショックプロテインとタンパク質を活性させるその研究をいろいろされてるんですけども、もうどの先生も40度の熱をずっと、加え続けると、ヒートショックプロテインを一気に活性化すると言われてるんです。ちなみにそれどうやって40度のなので、うちの治療院は、2時間治療、毎日。何をするかというと、その黄色ブドウ球菌を殺す、そのものがあるじゃないですか、いろんなもの、例えばサボテンもそうですよ、うん、あとはいろんなものあるんですけども、それを全部お風呂の中に入れるんです、うん、お風呂に入れて40度の熱で2時間お風呂入ってもらう、うん、はい、そしたら黄色ブドウ球菌を殺しながら、非食プロテインを活性化させながら、うん、これ、前に3ヶ月間やってもらうんですよ、はいはい、じゃあもう強靭な皮膚によみがえる、はいはい、っていう。治療法なんですよ。
なので、あのうちの治療院に来る人にはまず本気で治す覚悟がないと無理だよっていうことを言ってるんですね。治療ですか、はい、治療ではなくて訓練なんで、はい、僕は訓練って言ってるんですね。なんで訓練なんて結構しんどいよと、毎日2時間ちゃんとお風呂に入らないといけない、お風呂入る目的っていうのは黄色ブドウ菌を殺すだけじゃなくて、ヒート食プロテインを活性化させる、はい、3ヶ月間やる覚悟があるんだったらやりましょうっていう話なんです。なるほど、まあ、けどそんなの誰でもやるんじゃないですか。重症な家族ってやりますね、ねえ、やりますね、はい、それこそ朝のね、6時に出勤とかだったら、朝の3時半ぐらいから起きて、はい、それやって会社行くぐらいは、そうですね、3ヶ月いいわけじゃ長いですよね、みんなで苦しんでる人がいたら、3ヶ月でも、はい、6ヶ月なんて日に入らないじゃないですか、はい、そうなんです、早くて苦しんでるね、人からしたら、そうなんです、はい、いや、どう本当にこの努力が、はい、しっかりとその、どうなんですか、感覚的に、はい、もう達成していき続けると、はい、面白く自分自身めちゃくちゃ面白いですね。なんか宝物を当てた感覚なんですよ。はい、なんかあの病気のせいでなんかこれができない、夢ができない、夢を持ってるけどなんか病気のせいでできないという人たくさんいるんですけども、まあ、自分がそうだったんですけど、もう病気が治ったらもう無敵、もう何も怖いもんないですっていう今感覚なんですよ。まあなんかね、一気に世界が明るくなるような、いや、まあ、そんな感じですね。そうですよね、いろんなのが痒くて痒くて、その痒いのことばっかりでこうなんか鬱っぽくなるわけじゃないですか、多分。そうですよね。ね、起きてればもう痒いわけじゃないですか、寝てても痒いわけですね。あの本当に象みたいな皮膚の人っているじゃないですか、やっぱり。あれっていうのはもうずっとステロイドを使って、その副作用で苦しめられたもう結果なんですよね。で、ああいう人たちを僕助けたいんですよ。ああいう重症アトピーの患者さんを見放されて、もう生きる希望もなくなって、もう心折れかけてる人、